今日の戦いは強敵ばかりだったな。みんな大丈夫か？人の心配してる場合か。一番ボロボロなのはお前だろ。もうすぐ城です。ゆっくり治療しましょう。お、門の前に誰かいるぞ。あなたが王子か。その傷すぐに治療しよう。すごい、あれだけの傷が一瞬で。他の者たちもさあ。ほう、大した腕だ。私は結構です。これほどの治療に支払える対価がありません。そんなことを気にしているのか。神は製品を解いている。私も治療に対価など求めないよ。こんなにすごい治療を無償で？怪しいか。だが放っておけないのだ。どうか信じて傷を見せてほしい。あの、ありがとうございました。それで、あなたは？私はヒルデガルド、教会の上級司祭で、修道院長をやらせてもらっている。上級司祭って、あの、教会の中でも数えるほどしかいないという。あの治癒力にも納得です。さすがは上級司祭ですね。そう構えないでほしい。私はあなたに協力するためこの城に来たのだ。教会の上級司祭が俺に協力を？なんでそんな。ある日神託を受けたのだ。神が私の前に現れ王子を支えようと。神託だ？なんか嘘くせえな。嘘だと？この私が嘘をついたというのか？私は神に誓って嘘などつかぬ。おお、すまん、言い過ぎた。わかればよい。嘘はこの世で最も忌むべきもの。私の口から出るはずもない。私は王子を支えると神に誓う。どうかこの城に置いてくれないか？わかりました。協力してくれるならぜひ。感謝する。神に仕えるため研鑽したこの力、必ずや役立ててみせよう。おい、よかったのか？いいんじゃないかな。優しい人だと思うよ。でもあの怒りを、あの人の前では嘘だけはつかない方が良さそうだな。信じられない。一体どうなっているのだ。ヒルデガルド、どうかしたのか？どうしたもこうしたもない。この城には神の教えを守らぬ者が多すぎる。あ、そうか。そんなことないと思うが。例えばランザーブ。宴会好きで食事も数人分を平らげる。強欲にして暴食。神の教えに背く行為だ。いや、それは。そうだな、ランザーブよく食べるもんな。王子、あなたも人事ではない。俺もか？組織の代表でありながらその許さ。神の教えに従うならばそのような行いは許されない。
全くなっていない。聖品、従順、締結、これこそが神の教えだというのに。まあ落ち着いてください。初めから万人が正しいわけではないから、あなたも教えを説くのでしょ。それはそうだが、しかし教えを守り、マナへの感謝を忘れぬことはイリア教徒の基本であるぞ。あなたたちは感謝の心が足りぬ。日々マナへの感謝を忘れるな。はい、わかりました。わかればよい。では早速マナへの感謝の祈りを今ここで捧げよう。え、ここで？もちろんだ。さあ3人とも私に続いて感謝の祈りを捧げよう。わかったよ、やりゃいいんだろ。ほら王子も。ああ、うん。とりあえず今後ヒルデガルドには逆らわない方が良さそうだな。ん？みんなどうかしたのか？なんでもありません。そうか、それならばよい。笑顔が怖い。ヒルデガルドのことは怒らせないように気をつけよう。王子、そいつで最後だ。ああ、任せろ。これで終わりだな。みんな無事でよかった。いや、まだ息がある。とどめはしっかり刺すのだ。はっ！ヒルデガルド、放っておいてもあの魔獣は死んでいた。無用な追い打ちは避けるべきでは。教会では魔獣は忌むべき存在として教えている。容赦する必要はない。相変わらずおっかねえな。さあ、魔獣は倒し終えた。治療を始めよう。手傷を負った者は私のところへ。ランザーブ、次はあなただ。ああ、俺は大丈夫だ。私を怒らせたいのか？俺なんか怒らせるようなことを言ったか？私に対して嘘は許さないと言ったはずだ。傷を負ったなら隠してはならぬ。いや、こんなのただのかすり傷だぜ。気にするほどじゃねえだろう。小さな傷が命取りになることもある。遠慮せず。さあ、その助かった。うん、今後は遠慮するのよ。さて、他に怪我人はいないか？魔獣に冷酷にとどめを刺した女と同じやつとは思えねえな。確かに。でも魔獣を倒すのもこの治療も神の教えに従ってるから、きっとどちらも本当のヒルデガルドってことには変わりないんだろうな。徹底して神の教えを守るか。さすが上級司祭、大したもんだな。あ、もう祈りの時間だ。みんな、ここにひざまずいて神へ感謝の祈りを捧げるのだ。え、今ここで？いかなる場所でも時間でも祈りをおろそかにするわけにはいかない。さあ、ひざまずくのだ。で、徹底しすぎなのも問題だな。
やっと帰ってこられた。これだけ買い込むとさすがに運ぶのも一苦労だったな。ああ、王子もこれを運び込んだらゆっくりと休んで。買い出し終わったんですね。お帰りなさい。ただいま。すぐに運び入れちゃうから待っててくれ。ヒルデガルド、どうかしたか？ああ、なんでもない。ただいま。あ？あ、はい、お帰りなさい。やっぱり変だよな。何だったんだ？ただいま。ヒルデガルド、帰ってきた時様子が変だったけど、どうかしたのか？大したことではないのだが、誰かに出迎えられるのは久しぶりだったから新鮮に感じてな。久しぶり？教会では常に迎える立場だった。いつ迷える者が訪ねてきてもいいよう、子供の頃からずっと教会にいた。子供の頃から？ああ、おそらくは20年以上一日中教会に詰めていたことになる。そんなに長く？なあヒルデガルド、どうしてそこまで教会に尽くせるんだ？それは、これは他言無用で頼みたいのだが、私は両親に孤児院に預けられたのだ。彼らは私に約束した。神の教えをしっかり守っていればいつか迎えに来るとな。そして今、彼らはまだ私を迎えに来てはいない。そうか、両親との約束があるから今も教えを守っているんだな。そんなわけがあるか。両親のような人間にならないため、私は神の教えを守っているのだ。私はあのような約束も守れない人間にはなりたくない。今さら会いたくもない。ああ、もういい。つまらない話をした。忘れてくれ。私は失礼する。両親に会いたくもないか。ヒルデガルド、その言葉に嘘はなかったのか？ヒルデガルド、いいところに。次の戦いのための作戦会議を。あれ、行っちゃった。こちらに気づいてもいなかった。最近のヒルデガルドはどこか様子がおかしい。やっぱりそうか。エルフィリス、ちょっと用事ができた。話はまた後で。ヒルデガルド、待ってくれ。おい、ヒルデガルド。ああ、王子か。私に何か？ああ、大事な話がある。この前、君の両親の話を聞いて、俺は思ったんだ。ヒルデガルド、君が教えを守るのは、両親のようにならないためじゃなく、今も両親との約束を信じてるからだろ。何を言い出すかと思えば、私はあんな両親との約束など。本当か？だったらなんで君はあの時あんな顔をしていたんだ？顔？俺に両親の話をした時、両親のことをもし恨んでいるなら
あんな寂しそうな顔はしないはずだ。やめてくれ。この話は終わりだ。ヒルデガルド、待ってくれ。くどい。君はずっと待っているんだろ。両親を、彼らの言葉を。これまでよく教会の教えを守ったねと優しく微笑んでもらえる日を。これは私の涙。そうか、私はずっと自分の心に嘘をついていたのだな。ヒルデガルド、両親を信じよう。え？彼らが迎えに来ないのは何か事情があるのかもしれない。だから信じて待つべきだ。俺も一緒に信じるから。私はずっと諦めていた。だけどあなたは信じてみようと言ってくれるのだな。ありがとう王子。あなたが言うなら私も両親のことを信じてみようと思う。ああ、それがいい。よし、では気持ちを入れ替えるためにも城のみんなに教えを説くとしよう。元気が出たのはいいけど、ほどほどにしてあげてくれ。それはダメだ。たとえ王子の頼みでもな。